アウンさんで今日ね、はい、どんな話します？まあ、アウンさんが来てくれたらね、みんなね嬉しいから、あの何を話してもいいんですけどね。いや、もともとはその政治に詳しい人間ではないので、まあその企業で取り組んでいることですかね、うん、このじゃあ、うん、多様性というのを企業の中でどうやっていくのかとか、うん、まあその中でこう選択的夫婦別姓とか同性婚みたいなところにもつながっていくと思うんですけれども、うん、はい、まあそれってまさに政治ですよね。そうなんですよね。そうなんですよ。社員の人楽しく働いてもらおうと思ったら、うん、やっぱ政治関わっとかないとできないんだなっていうのが気づきですよね。そうですね。私 その武蔵野政治塾っていうのはものすごく政治という言葉を広く捉えてるんですよね、はい、最初はまあ政治家の皆さんに来ていただいたけど、やっぱりその政治っていうのはみんなの生き方だと思ってるから、うん、だから青野さんのように経営者の方にも来ていただくし、今後はそのまあ芸術家だとかね、ミュージシャンとか、まあ、いろんな人をコメディアンだとかいろんな人とやっていきたいと思ってます、はい、そんな中でまあ今日青野さんがね来てくれたのは非常に嬉しくてね、はい、なんかどんな話ができるのかなと思ってね、いろいろこうあの楽しみにしてるんです。もっといろんな人にやっぱり政治関心を持ってほしいですよね。持ってほしいです。このなんか、まあ、自分も人のことは言えないんですけど、やっぱより多くの人が関わるようになればもっと政治が良くなる気がしますね、うん、そうなんですよね。だから政治といったらなんかこう与党と野党が喧嘩するみたいなね、はい、そういう場所だろう、だからもう私はあまり喧嘩なんか好きじゃないっていう人がこう引いちゃうんですよ、はい、だから野党は確かに与党がまずいことやってたら追及はしなきゃいけないけど、やっぱりそこにこうきちっとした論理やきちっとした事実があって、それを分かってどっちがいいか判断すると、その事実がそういうものが分からないうちにも先に判断しちゃう場合が多いんですよね、うん、だからこうやってこう話してね、例えば選択的夫婦別姓だったら何が問題なのかということをちゃんとねみんなに分かっていただいて、はい、それ青野さんがだからこうやっていきたいところね、うん、紹介してくれたらいいなと思うんですけどね、うん、まあそんなことで青野さん、これからね約1時間半プラスアルファぐらいですけど、はいはい、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。大変楽しみです。お願いいたします。すごい質問が飛んでくるね、やっぱり青野さんにそれ聞くなよみたいな。いやいやいや、デジタル通貨とか僕もその普段その質問されないじゃないですか普通その自分たちの事業のこととかぐらいなんですけど、うんうん、プレゼンはしようまで質問です。そうなんですよ結構面白かったですね、うん、でもお答えいただいてありがとうございます。そうなんです、質問答えるの楽しいですね。質疑がやっぱりそう、質疑が楽しい、ね、いいですよね、飛んでくるの考えて、その瞬間に、はい、そうですね、いや本当にもうみんなよく次々あんなこと思いつくなと思ってね、うん、いやでもなんかそういう全部つながってるような気がするんですよね、うんうん、こっちの問題とこっちの問題で構造同じだよねみたいな、うん、いや似てますよ。だから嘘ついて反論されるっていうのは同じじゃないですか、うんはい、家族が壊れる説もあるじゃないですか、うんはい、離婚が増える、いやいや今でも離婚してるからって名前関係ないからって3分の1離婚してるんだから3分の1離婚してるのに、ね、別姓にしたら離婚が増えると、いやおかしいね今でも離婚があるよな、うん、同じなんですよ、ね、原発だってそうだし、エネルギーどうするんだって、いや自然エネルギーにすればいいって言っても、正しい情報でちゃんと議論しないと、うん、嘘で反論されるのが多いですよね、はいはい、なんだろうね、人ってこう聞きたくないことは聞かないっていう性格があるんだよね、多分、はいはい、ね、不都合な事実は、そうですね、不都合な真実とかね、そうだ、目は物理的にこう閉じれるけど、耳はその物理的に閉じないから、コロで閉じちゃうから、もっと きついんだよね、多分、はい、うん、もう本当に聞かないからね、頭に入らないね、そう、はい、だからこう、このすごいもう、固まっちゃって、頭が凝り固まった、端っこの人たちが議論してても、あんまり意味がなくて、どっちかというとこう、あんまり関心ないのが、この飛び交うのを見て、うん、やっぱどうやらこっちの方が、そうそうそう、どっちが通ってるぞとか、どっちがいいか。いうのが大事だと思うんですよね。この意見を政治に取り込むには、僕、やっぱり直接、
民主主義しちゃったと思うんですよね、うんうんそういう誰でもね確かにねどっちがいいって選択的夫婦別姓がいいか強制的夫婦同姓がいいかさあどっちっていう二択ですよいいねその強制的夫婦同姓っていう言葉をむしろ今はそうなんだと言い換える方がいいそう分かりやすいですね、はい、今はね強制的夫婦同姓なんですよ、ねうん、あの一つ聞こうと思うことを忘れたことがある、はい、そのことでねあのもしその法案が通った時にね、はい、その同姓になってる人が抜けれるのはどうかっていう話ね。あ多分こうあの救済措置的に、うんあのうん、もうすでに結婚した人もこう半年間の間に申請してくれば、うん、あのできると別姓で戸籍作りますっていうふうにするんじゃないかなと思います、ねうん、私もそう思います。そうしないとどうするかっていうとまさに離婚して再婚しないといけないんで、ねうんうんうん、結構手続きそうお互い死ねるよねっていう、まね、離婚せずに選択的夫婦別姓ができるっていう、うん離婚なくしても再婚しない人がいらっしゃるからこの機会に良かったね。それが面白くてそのあの反対するその政治家男の政治家の中には、うん、そんなあの別姓とかできたらうちの妻がそんなこと言い出して、うん、困る妻と名字がバラバラになってしまうとか困るっていう、うんうん、それだとあなたが変えたらいいんじゃないですか。一緒にしたいどうしても一緒にしたい、どうしても一緒にしたいんだったらあなたが変えればいいんじゃねっていう。でも今同棲にしてるけど変えたい人はやっぱり青野さんや私みたいに別姓で仕事してる人ですよ、うん、そう、だから女性が仕事をしない前提の制度なのよ。だからそうですね、もう本当に女学校出たらもうすぐ結婚しますよと。だから女性が社会進出する前の制度だから残っちゃってるんです。そうですね、まあ、確かに青野さんの議論は決してその女性だけの問題じゃなくてね、うんはい、それよくわかるんだけど、その確かにそう、そのこの問題はそういう、うん細かい女性だけを救済するとかそういう問題ないんだけど、実際には女性は 96% 男性の方がいてるからね、やっぱり本当被害を被ってるのは女性が圧倒的に多いんだよね。多いですね。なのに青野さんがその被害者として裁判を起こしたというのがね、これが面白かったね、うん、やっぱり今までね 4% の方が画期的ですよ、みたいな、なんで男がっていう感じでしょうね、うんうんうん、画期的ですよ。あ、うん、なんか結構なんかその古いシステムがなんかやっぱ家制度を残したいから、はい残ってますよね。でまたマイナンバーっていうまた新しい、うん、住民管理システムね、個人情報管理システムなんで統合しようって話をしなかったのって本当にね。だからそういうのをずっと考えていったらね、さっき私言ったように、うん、その合理性とか正しいものに対して考えるんじゃなくて、その既存の勢力をいかに生かしてやるとかね、生かしてやるですよ、うん、本当に原発作ってる会社はもう少しこうもっともっとそれ作らせてやるとかね、そういうなんか話というかそういうセンスで仕事をしてんじゃないかなという疑いたくなりますよね、やっぱり、はい、なるかもしれない。全部ねそうでしょう、マイナンバーカードの、ね、プラスチックの腸もの一兆円ものお金かけてそんなもん作って何のためにするんだみたいな、しかも2万円ですからね、うん、ポイント、うん、1人2万円、どんだけバカバカ2万ですよ作っただけで、カードでしょ、紐付けたらってなんか、それでだったら保険証にしたらね、保険証にしてれば2万円なんだったら、ね、強制するんだったら2万円なんだったのっていうことになるじゃん、本当にバカ言ってるね。保険の番号を同じにすればいいだけの話でしょ。そう前の免許証とかも全部そうなんですよ、ね、なんでその議論しなかったのか、ねうんうん、なんかあの経営者の視点というのが意外と受けたんじゃないかと思いますけど、どうだった、うん、そうですかね、うん、あのいつも政治家って政治家ですよね、うん、いやなかなか経営者でこれでものをはっきりおっしゃってくださる方はそうそういらっしゃらないので、うん、それこそ私青野さんが言って驚いたのが、うん、選択的夫婦別姓やったら会社のお客様サービスにクレームの電話があったっていう、うんうん、ひどいですね、うんうん、まあそういう社会なんだろうね、そういう社会なんですかね。でも青野さん、あのまたやりましょうよ、来てくださいよ、ね、面白いじゃないその、まあ、こんなに人集まんないかもしれないけどね少し政治家もお客さんとして呼んで、そうね、政治家を刺激させた方がいい。あ、いいね。あの今日は本当にありがとうございました。楽しかった。ありがとうございました。喜んでしょうがないけど、ね、ありがとうございました。来たお客さんがみんな楽しんで本当にくれるかどうかなんだよね。そうですね。あのアンケートもまた出てくる、うん。今日はありがとうございました。ありがとうございました。お世話になりました。ありがとうございます。